皆さんこんばんは。今日は、今美容室から帰ってきました。はい、ご覧の通り結構切りました。でまた1年ちょっと前ぐらいかな、うん、みたいにちょっとパーマをかけて、来ました。ちょっとすごいまだ寒いのにこんな切ってしまったんですが、はい。イメチェンというか、うん、気分転換したかったので、はい、切りました。どうでしょうか？似合ってるかな？わからないんですけど、はい、私的には満足です。はい、そういったわけで今日はですね、プレゼント企画の方は、まだちょっと、まとめられる時間が見つけられなくて、ちょっとこれからなんで、その前に、久しぶりに、購入品紹介、ちょっとしかないんですけど、したいと思います。まずはですね、こちらになります。この間、ベストコスメの、マスク、シートマスクの同じメーカーになります。プリューの、ヘアトミ、トリートメントエッセンスです。こちらはですね、香りはね、特にないんですけども、ヘアオイルとして使うものなんですが、洗い流さないヘアトリートメントになるんですけども、こちら結構、こう、出すと、結構重たい感じのオイルなんですけども、髪の毛につけると結構伸びて、結構馴染みがいいので、すごい使いやすくて、まとまりもすごくいいので、こちら気に入ったんですが、パーマを当てたので、まあでもドライヤーする前に使えると思うので、継続して使うんですが、こちらこの、50ミリかなで、1300円ぐらいで買いました。アクアモイストゲル、モイスチュアゲルです。こちらはですね、これ1本で済むものなんですね。ゲルクリームなんですけども、150グラム入ってます。それで、同じ値段ですね。1300円ぐらいで買えるものです。はい。こちらもね、1回だけしかまだ使ってないんですけども、すっごい今日スキンケアめんどくさいって時に結構使えるかなと思って。まあいいと思います。まだ1回しか使ってないんですけど、よくある、これ1本で5役とかそんな感じなゲル状のクリームです。こちら、ハトムギ化粧水の、さっぱりタイプですね。これ、流行ってる、すごい口コミのいい、ものではないんですけど、こちらの方が全然お安いですね。500円しない感じで買えるもので大容量になります。はい。こちらまだ使ってないので、これからですね。金属アレルギーで、やっぱり普通のものを使ってしまうと、結構耳が荒れてしまうので、こちらがパッケージになるんですけど、ピアスコートです。これを、購入、メルカリで購入しました。こんな感じのものなんですけど、これで、こういう風になんかトップコートとかマニキュアみたいな感じで、匂いもね、結構似てるんですよ。ネイルのトップコートとかに。なんですけど、これをピアス全体に私はつけて使ってます。そうすると、やっぱ若干、かゆみもないし、一日使ってても、そんなに、こう、なんですか、耳も全然、まぁ、ちょっと荒れますけど、まぁ、これを使わないより全然いいと思うので、これは1個、使ってみて、次またリピートするか、どうしようかってところですね。こちら皆さんご存知ですかね、ボンボンっていうメーカーですかね。ボンボンっていう名前のティントグロスです。こちら4種類ぐらいあるんですけども、私はこのチェリーレッド1番のやつを買ってみました。で、ティントって私実は初めて使うんですよ。で、ティントのイメージがあんまり私良くなくて落ちないって聞くので、だけどなんかこれに惹かれて今回ちょっとチャレンジという意味でも買ってみました。こちら今日使ったんですが、うん、確かに物を食べても落ちない。
し、あんま落ちないし、で、塗りやすかったですね。こう真ん中に、ここに書いてあるんですけど、真ん中に塗って、で、うーんってやって、完成みたいな感じなんですけど、その通りやってみたらですね、結構発色が良くて、唇に結構こう、時間が経つと、こうどんどん赤く染まっていく感じです。こんな色してますね。で、私の唇にどう発色するのかなって、こんな感じになるんですけど、思うんですけど、私結構唇の色が元から赤いっぽく、そこにちょっと濃くついた感じで、いい感じで発色してくれましたね。ここまで発色するかなって思う。どうなんだろう。ここまで発色はしないとしても、近い感じで発色はしてくれました。で、私は結構ベージュ系の方が似合うと言われて、ずっとベージュ系を買っていたんですけど、まあ、たまにはこういう色もいいかなと思って、こちらを買ってみました。購入品はこんな感じで、終わるんですけど、最近ですね、まあ髪の毛も切ったし、で、あの職場の方も雰囲気がよくやってますし、まあいい方向に流れてるかなとは思います。はい、最近動画の更新がやっぱり遅いんですけど、これからちょっとできるだけまあ。開けても2週間とかで更新したいなとは思ってるんですけど、こうやって時間見つけて撮れる時間を、があれば、はい、随時アップしていきたいと思います。購入品の動画は久しぶりだったんですけども、はい、こんな感じで今回は終わりたいと思います。プレゼント企画の動画は、出来次第アップしたいと思います。その間にこうやって購入品紹介だったり、あとリクエストで今いただいているものが使い切りコスメも見たいってことなので、そっちも今集めてる最中なので、はい。あとお部屋紹介もっていうのも来てたし、あとメイクアップも来てたりするんですけど、メイクね、なかなか一本でもアップできたらしようと思います。はい。まだいつになるかわからないので。はい。それから、登録してくれる方が増えまして、本当ありがとうございます。はい。これからも皆さんよろしくお願いします。はい。そんなわけで、今回は終わりたいと思います。はい。まとまりがなく、いつも以上にカミカミですいませんでした。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。